はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで、励ました。ちょっとね、坊主にしまして、まあね、あのこの動画上がってからも、その坊主にする前の動画が残ったりするんで、ちょっとね、坊主になったり髪があったり動画がね、入れ違いになるんですけど、そこら辺はご了承ください。まあそんなこといいんだ。今日はね、ちょっとあの茨城の方にチャレンジメニューに挑戦しに来ました。いや今回ね、めちゃめちゃやばいらしいんですよ。で、まあ気合い入れていこうかと思って、まあね、こんな感じになってるんですけど、チャレンジメニュー等の詳細に関してはお店の中に入ってから詳しく説明をしたいと思いますんで、早速お店の方に伺っていきたいと思います。はい、ということで本日はですね、茨城県にございます爆流麺さんにお邪魔しております。あのね、こちらの動画、あの以前ロシアンさんとかもチャレンジしてるので、知ってる方は結構多いと思うんですけど、今回ね、僕もそのチャレンジの挑戦をしに来ました。一応メニューの内容はね、こんな感じなんだけど、チャレンジメニュー名が爆流麺ごっとでございます。でね、一応ルールとしては、30分以内に完食の場合無料となりまして、完食できなかった場合はお代として4,000円のお支払いとなります。基本的には、チャレンジの際には1日1組限定で予約制となっておりまして、可能時間に関しては13時から14時、もしくは17時から20時に限ります。でキャンセル等につきましては必ず前日までにご連絡ください。はい、ということでね、そろそろラーメンが上がるみたいなんで、ちょっとね、気合を入れて待機しております。すいません、お待たせしてます。おほ、じゃあ、で、はい、はい、はい、でーか、実はこんなでかい。すいません、いただきます。いただきます。おー、30分いきます。もう5分、もう、え？
ね。でもこれライスと食いたいですね。絶対うまいですよね。いやいや終わってからで、ね、スープしたよね、あの皮乳化と微乳化の間ぐらい、しょっぱくもないし、すごい食べやすいですよ。結構ね、麺も比較的二郎系とかに比べると高すぎてもちもちするんで、多分ね、思ってる以上に食べやすいと思います。揚げ玉うまっ。おぉ、いや美味しかった。やっぱでもゆっくり食いたいですね。ちょっとまた改めてゆっくり食べに行かせていきます。一応ね、こちらのメニューは健一さんが北関東を盛り上げようということで使
作ってくださったメニューでして、もちろんこういったチャレンジメニュー以外にも通常の美味しいラーメンたくさんあるんで、ぜひ皆さん来てください。めちゃめちゃ美味しいので以上、ラスカルでした。じゃあね。